こんばんは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日は久々に動画ですね。ずっと最近生放送だったので動画やっていきたいと思います。今日はですね、まあ、何の日だったかなって感じなんですけれども、私から皆様のプレゼントボックス宛てに実はプレゼントをこっそりお送りしておきました。ですのでこれから私と一緒に今からそのプレゼントを開封していきたいと思います。ということで、じゃあ早速いきましょう。はい、こちらですね、クーミからのお届け物です。ということで、ハテナマークの契約書ですけども、契約書一体何が入ってるんでしょうか。じゃあね、一緒に開封していきたいと思います。心の準備はよろしいでしょうか。ではいきます。いざ。ということで、皆様ハッピーバレンタイン。今年はですね、私からクーミから皆様にチョコレートケーキにしました。チョコレートケーキのプレゼントです。チョコレートケーキ選手ですね。これはですね、まあ、去年一昨年の、まあ、チョコレート選手で煙突ができますので、ぜひ煙突して楽しんでみてください。これね、中がどうなってるのかっていうと、実はこういうケーキになっております。ちょっとまあコラ画像をね作っていただいて、今年は皆様にチョコレートケーキ選手をプレゼントすることができました。やった、よかった。はい、断面とかお見せしましょうか。ザッハトルってだっけな、チョコレート なんかロシアかどっかチョコケーキのあれだったと思うんですけど、まあ、ちょっとクーミー仕様にしてもらいました。クーミーをね丸ごと食べていただければと思います。上にクーミーが乗っております。で、断面がですねこんな感じになっていて、もう中もまあチョコっていう感じですね。去年はね手作りチョコだったんですけど、まあ、今年はね、まあ、よりクオリティを上げて、私ではちょっと作れないレベルのリアルクーミーにしました。リアルクーミーわかんないです、リアルクーミーかわかんないですけどにさせていただきました。よかったら皆さん召し上がってください。煙突コーチを使って、煙突していただいても構いません。はい、で今回このコラ画像作ってくださったのが、ピンキーさんですね。去年の、私の、ベストナインタイトルホルダーのコラ画像とかも担当してくださった方で、はい、心よく引き受けてくださりました。ありがとうございます。そのコラ画像はね、あれだ、畠山タイムですねの畠山タイムじゃないよ、甲賀忍法町のあれです、動画です。畠山選手のはまた別バージョンで出てるんだ。そう、ベストナインバージョンの甲賀忍法町替え歌で登場してるんで、よかったらそれを見てみてください。だいぶ私の苦しそうな歌声がね聞けるかなと思います。はい、ということで、まあ、今回はこのぐらいかな。特に告知とかもないので、はい、またねベストナインタイトルホルダー絡みで生放送とかできたらいいなと思っておりますんで、よろしかったらまた気に来てください。だいたい21時台どっかでやることが多いと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回はこの辺でバイバーイ。いつもありがとうございます。おつくみ。